皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学文字式の5回目、今回はいろいろな数量、これを文字式で表してみます。前半の部分ではまず基本的な問題を、後半の部分では割合を使ったもの、道のり、速さ、時間に関する、こういうものをやっていきたいと思います。文字式で数量を表すとき、単位が必要なもの、単位があるものは必ず答え、単位をつけて書いてください。ではカッコ1本 A 円の鉛筆5本と150円の消しゴム1個、これを買った時の代金ですね。これはまず1本の値段かける本数で鉛筆全体の代金が出ます。1本 A 円ですから A×5、 これで鉛筆5本分の代金、これに消しゴムの代金を加えるので足す150と、こうなりますよね。かけるは省略します。そして掛け算の時には数字が前、文字が後ろでしたから 5A プラス150 と、こういう式になりますね。ですから答えは 5A+150 と、こう書いて円、こう書きます。また書き方 5A+150 と、円の方をカッコの中に入れる場合もあります。またこの π のところカッコいらないという先生もいます。ですから皆さんは学校の先生に合わせてください。2番です。 XCM のリボンを同じ長さで3等分した時の1本分のリボンの長さですね。これ XCM を3等分するので X÷3 と、こういう式になります。割り算は分数で表しましたね。3分の X です。答えは3分の X、 単位はセンチメートルですから後ろにセンチメートルと、こう付け加えてください。3分の X センチメートルと、この書き方は3分の 1X センチメートルでも構いません。括弧3、底辺が A センチメートル、高さが H センチメートルの三角形の面積。三角形の面積は底辺かける高さ割る2ですよね。底辺 A ですから A×H÷2、 前からいくと AH÷2 になりますよね。割り算なので分数にすると2分の AH と、こうなります。それからもう一つの考え方ですね。 A×H÷2、 これを A×H×逆数を使って2分の1と、こうした場合は2分の 1AH と、どちらも正解です。で答えね、2分の AH 平方センチメートル、または2分の 1AH 平方センチメートルと、ね、この2つの表し方がありますね。では割合、そして道のり、速さ、時間の方に移ります。割合です。割合というのは基準の何倍になるかってのを表している数字でしたね。まずそのことを頭に入れておいてください。括弧4、 X 人の 13% の人数ですね。 1% って100分の1でした。ですから 13% は100分の13、ですから X 人の 13% の人数というのは X 人の100分の13倍は何人になりますかということなんです。つまり X×100 分の13を
計算してねって言ってる問題なんですね。数字が前に来るので100分の 13x 答えは100分の 13x 単位は2ですね。括弧5 A 円の7割これはいくらですかと。7割というのは小数に直して 0.7 でした。つまり A 円の 0.7 倍これはいくらですかということなので、 A かける0.7 A 円ですよと、これが答えになります。 0.7A 単位は円ですね。さあ次、道のり速さ時間に関するものです。括弧6、分速 70m で X 分歩いた時の道のりです。道のりは速さかける時間です。速さ、分速 70m、 時間 X 分、この2つを掛け算します。70×X となるので答えは 70X 単位はメートルと、これが答えですね。さて括弧 7AKM の道のりを時速 5km で歩いた時にかかる時間、時間は道のり割る速さ、道のり割る速さ、道のりは AKM、 速さは時速 5km なので A 割る5、これを計算します。 A 割る5割り算なので、これは分数になって5分の A、 答えは5分の A、 これ時速なので答えの単位は時間になりますね。5分の A 時間と。括弧8です。 1500m の道のりを X 分間で歩いた時の速さですね。 1500m の道のりを X 分間かかって歩いたんですね。この速さは道のり割る時間、道のりある時間の計算ですから、 1500m をかかった時間は X で、 X で割ります。割り算なので分数の形になって X 分の1500となります。この時 X 分なので、ここに出ている速さは分速になりますから、答えの書き方は分速 X 分の 1500m と、このように書けばいいんですね。分速 X 分の 1500m です。今回は文字式で数量を表す練習、これをやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。